旗本奴。旗本奴は、江戸時代前期、十七世紀の江戸に存在した、旗本の青年武士や、その奉公人、及びその集団、歌舞伎者である。派手な衣装をして、徒党を組み、部来を働いた。代表的な旗本奴は、水野十郎左衛門、水野茂之。代表的な団体が六つあったことからそれらを、六方組、六方組と呼び、旗本奴を六方とも呼ぶ。 同時期に起こった、町人出身者の歌舞伎者、教閣を、町役子と呼ぶ。慶長年間、1610年前後に現れた、大鳥一逸平、大鳥一平、1588年から1612年、来党が、江戸の歌舞伎者の先駆とされる。中間、小物といった下級の武家奉公人を集めて、都党を組み、異層、威風、男立てを気取って無来な行動を取る。 党の、旗本奴の様式は、オートリーはじめ派から引き継がれている。1612年8月、慶長17年7月、幕府は、オートリーを筆頭に300人を捕らえ、斬首した。発生の原因として、戦国の威風であるとか、旗本の不満が噴出したものといった説が挙げられるが、実際には旗本そのものよりも、旗本に奉公する、もの中心であったとされる。 しかし、大正人義組、大正人義組を組織した、水野十郎左衛門、水野茂之、1630年から1664年は、不代の名門旗元、水野成貞の長男であり、それに加担した、坂部氷も横須賀州で先手組頭を務めた後、戦国の大見旗元であり、さらに、歌舞伎大名と呼ばれ、江戸の町で、夜更けに通るは、何者か、 かがつめ海か泥棒かと恐れられた、かがつめなおすみ、海守は、徳川家光の故障やの地には、自社奉行すら務めた劣気とした、交佐過半主の大名であった。旗本奴は、水野の大正人義組のほか、鉄砲組、鉄砲組、砲組ザルひもろぎ組、ザル組、石霊組、石霊組、吉屋組、吉屋組、刀剣組、 当県組といった合計六つの団体が知られ、これを六方組と呼んだ。六方組の活動期は、万事年間、1658年から1660年から漢文年間、1661年から1673年までの間とされる。当県組の頭目は、町やっこの当県権兵衛であるが、六方組に含まれている。旗本奴といえば、白井の刀。 白川の墓場、白馬に乗った、白江組、白塚組であるが、水野の人気組を殺説、吉屋組を殺説の二説ある。旗本奴と町役子との間には構想が絶えず、中でも、後に川竹木網が書いた歌舞伎狂言、極め付き万随長兵八1881年10月初演に描かれた町役子、万随院長兵を、 水野十郎在門が仕組んだ無防備な風呂場での暗殺、長米側からの水野への仇討ちの件が著名である。武家出身の女剣豪、佐々木類、佐々木隆医と、旗本八つ、白井組とが渡り合う話も知られている。異想、異風と呼ばれるファッション面だけでなく、独特な六方詩を生み、その言葉で読む六方徘徊、六方徘徊という文化を生んだ。 旗本奴やつのムーブメントは、幕府による厳正なる取締りにより終焉した。それぞれの組の頭目以下一党の幕府による処刑である。大鳥居はじめ派三百人を処刑した六百十二年八月の、ほか、六百五十五年、明暦元年に実施された、明暦の幕と借り込み、幕府の火付改め火薬、後の火付盗賊改めの肩書きを持つ中山影雄。 中山直盛が186年10月、上京3年9月に実施した200人余りの捕獲、党、幕府は、旗本八つ、町役校を何度も弾圧している。1645年12月25日、昇法2年11月8日、麹町の新法寺で、杉浦真っ盛ともに預けられていた中現在門が、切腹にて死去。1664年3月14日、 漢文4年2月17日、吉屋組の東目、三浦小次郎吉屋、三浦小次郎が、切腹となったとされる。同年4月23日、漢文4年3月27日、水野重郎財門が切腹、家は断絶。1686年、上京三年に、中山影弓より旗本八つ、町役子の一層が行われ、刀剣組の刀剣ゴンは、 国門となったとさる。同年の取締りでは、正規一家の正規半米らと派手な構想を起こした、大正人義組の賀に逃げ門も捕獲され、後継に処された。当県権,権兵衛は町人であるために国門、その他の武士階級の者はおおむね切腹と、課せられた刑には身分による差があった。大名であった、か月つめ直澄は、徳川家光の長身の一人であったためにところは、 されなかったが、養子に、家督相続の際、若き日の直すみの不備が原因となり、領地を失い、改易及び入る処分となっている。このように重罪に問われることが明確となったことで、遺行武士階級による、六方組のような大規模な経機者、幕との集団は現れなくなった。六方言葉は、六方、いわゆる、旗本奴が好んで使用した、そやな言葉。 言葉遣いである。江戸時代前期、17世紀の江戸における関東方言を基調としており、一種の武家言葉である。以下のような言い回し、語彙がある。ヤッ言葉とも言う。文末の助動詞べしは、べ、べ、の形で使用される。旗本奴のみならず、町ヤッも使用し、同時代の吉原遊郭での車わしにも影響を与えた。六方徘徊は、 ヤッコハとも呼ばれた、水野と山中の自生の句が、六方氏の代表として有名である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。